炎章殿ではいかがであろう。では負傷この炎章総大将の任受けたまわったからには一命を賭して逆賊董卓を打ち滅ぼしてみせよう。連合軍が進撃を開始しました。お供いたしとうございます。世を揺るがした黄巾の乱は討伐軍の奮闘により一応の平定を見た。しかし天下は未だ混乱の中にあった。こうした時期に台頭し権力を握ったのが董卓である。幼い皇帝を擁して都洛陽に入城した董卓は軍権を掌握するとともに猛将呂布を味方につけ、その強大な軍事力を背景に非道な恐怖政治を行った。強権を振るう董卓に不満を抱いた各地の軍友は曹操の発した董卓討つべしの檄文に応え一斉に挙兵した。ここに炎章を名手とする反董卓連合軍が結成されたのである。初兵2年ついに洛陽の東で両軍が激突する。軍事上の要衝にして難攻不落を謳われる止水艦古老艦をめぐって今しも戦いが繰り広げられようとしていた。孫権軍は正面より、曹操軍は山上より止水艦へ。最後の炎術軍と攻撃せよ。劉備軍は迂回して五郎艦を目指せ。敵は強い。気を引き締めてかかれ。一気に打ち潰せ。
未だ動きません。何？俺演術はめ打ったな。リョウだ！けどけどけ！最上の腕前。
他の者の遅れを取るな。一気に撃ち潰せ。
打ち取った。我らも遅れを取るな。引き死に勝る猛将よ。これも運命、どうかお覚悟を。砕けない。敵将を討ち取った。お父様、申し訳ありません。野望の肥やしに過ぎぬわ。夢が。